チャンネル11をご覧の皆さん、こんにちは。脇坂11でございます。今日はですね、トミーでございます。いつもの11とトミーのサーキットへ行こう。まあこれあんまりそんなに重要のない まあ一応形式的にね。まあでも一応我々としてはこうサーキットに行く方々に対して一つ一つ、まああったら便利かなっていう動画をね、まあちょっと作っていこうということですけれども、あのサーキットに行こうということですけど、今日また事務所で筐体の前におりますが、審査、はい、今日はですね、番外編というような形でですね、以前あのグランツーリスモを使って、富士スピードウェイで、プロドライバーの方がどこを見て走っているのかというところをですね、お話しいただいたんですけれども、今回は本当にそれ見てるのかっていうのをですね検証したいなと。どういうこと？本当にプロドライバーの人は、そんなチラ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 後ろ見て疑ってんだ。だいぶ疑ってますね。だって視聴者の皆さんも分からないわけじゃないですか。本当に。まあまあまあそうですね。後ろ見ながらじゃ危ないんじゃないの、っていうふうにね思ってる方もいると思いますので、今回実際に、アイトラッキングですね、目の動きを、追跡できるものを導入しましたので、あんな数千万もするねえ、めっちゃ高いやつ導入しましたので、そちらを使ってですね、トミーと脇坂さんと、素人代表として、僕の視線もですね、追跡したものを最後に比較して、そういうことですね、いきたいと思っております。だ立ち位置というと、いわゆるリアルのレジェンドスーパードライバー自分で笑っちゃってるし間違ってはないですけど、これからそうなろうとしてる頑張ってる、トミーと、でまああのアイレーシングの配信やってちょこちょこしてるシンジさんと、まあ、どのぐらい違うかというところですね。これリアルでガチでちょっとやってみたい、でただね、最近僕思うんですけど、いやもうこれね、あの普通の車を運転するレベルじゃないですよ、まあ、これどう受け止めていただいてもいいと思うんですけど、僕ね最近ね本当に車の運転がね自信なくなってきてるんです普段の運転。それはなぜかというと、今も十分安全運転してますし、多分これをご覧いただいてるお前お前そうですね、お前よりかは運転うまいと、まあ、それは間違いない。いやこれはあの別にあの調子に乗ってるわけでもなんでもね、お前よりは運転うまいと思うねんけど、そんな僕でもあの頃の自分と比べたらって思ったら、ものすごくあの一つのコーナーとか一つの交差点入るのに、あの頃はひょっとしたら今よりも5つも10個も注意項目もたくさん見れてたっていうような感覚に陥るの。例えば今交差点に入るときに注意してる点がね5個あって、で目線を配るところが10個あったとしたら、若い時は20個見てたんじゃないかと、注意してたところもっと見てたんじゃないか、短い時間で情報処理もっとできたんじゃないかって言ってる自分があって、だからもうそういう気持ちが今より安全運転に自分はもうね現役も退いてるからそうしようと思ってて、でそういう感覚っていうのは今オープニングで冗談でスーパードライバー、レジェンドドライバー、そうじゃないドライバーとかって言ってましたですけど、その辺の感覚はね年齢とともに逆転していってると思うんですよ。だからやっぱ富林がどこ見て僕がどうしてるのかっていうのも非常に興味があるし、普段から僕があの頃の僕と比べて劣ってるって絶対思ってるので、そういうのもね共に検証していきたいと思います。言うてもお前より運転前にそうですね、それは間違いないですよということ。いやでも分からない、YouTube、違う違う、 YouTube の向こうで、例えば今やったら坪井翔が見てるかもしれない。あーまずいですね。ああもうあの GT で今坪井翔言うたら一番ノリノリですからね、ノリノリ正則でしょノリノリ正則ですね。あの坪井翔が見てたらその方がね、まあそうそうそうですね、運転うまいかもしれへんけど、ね、まあ大丈夫ですよ多分。いやもうあのこの向こうのね YouTube で富林が見てたところでお前より俺の方がまあそこはそうですけどね、確かにちょっと、だからそれがねそうやないというような感覚があるんで、ちょっとその辺ねちょっと興味深く検証していきたいと思います。それではチャンネル11いってみよう。スタートスタート。いいスタートね。いいスタートっすね、これが素人の危ない。何あいつだいぶ後ろ見てないですよ。あいつ今のやつ何あれ脅しに来たような動きでしたね。ほんまや。
なんかさっきの練習までの方がちょっと勢いがあったように感じた。危ない。危ないって。おー、いいスタート。お、曲がる。おお、怖っ。遅いよ、ちょっと。あ俺がぶつけたせいであいつフラフラしてる。一応みんな10番手からのスタートですけど。なるほど。おっ、いいスタート。いや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 、嘘やねん。まあまあな、今飛び込みでしたよ。アグレッシブ、アグレッシブっすね。若手っぽいっすね、なんかもうもはや。うわ、先にあった目線が前の車にあまりの急ブレーキに前のあそこダメなんだ、カットできないですね。激しいですね、いろんなとこ見てますね。さあ、ということでですね、走っていただきましたので、うん、それぞれのですね、ちょっとみんなで見て、うん、目線がどうなのかというのを評価していきたいと思います、はい、ではまず素人代表、はい、僕のからいきましょう。チャンネルさんから、はい、あの輪っかを、はい、が見てるところってことね。そうです、大体の位置ですね。あ、信号見てます。シグナル見て左に行くんだ。真ん中、センターとかですね。うん、前を、まあ、後ろもチラチラは見てますね。あいつ危なかった。まあ、基本前見てますね、うん。まあ、別に普通に、うんうん、レースしてる感覚で、なんで別にね、おかしいっていうところはあんまりないっすね、うん、見当たらないね、まあ、普通に見てたら当たり前よね、うん、立ち上がりで一旦後ろをチェックし、うん、前の車見て左の下とか見てるの、何見てんだろう。タイヤの表面温度でも確かめてるの見てわかるんですか。もうすごいですね、新次さんレベル。そうですよ、うん、結構立ち上がりに一回確認するんですよね。後ろ追いついてるときは前。おい、危な。結構でも近くを見てる気がします、ね、うん、周辺視野で見てますから周りは。なるほど、じゃあ近くを基本見て周辺視野で周りを見ていると、ギアの使い方、ハードルシフトでよかったね。エッジパターンやったらえらいことになってる。違いで、まあ、基本追いかけてる車を見ながら、そうですね、青のイン側見て、立ち上がっていくときはアウト側どこまでゴーターがあるかって見て、まあまあ普通に、そうですね、うん、これだけを見るとなんだ問題なく見えます。ベリーグッド、ベリーグッド。4つで順位上がりましたね、うん、大渋滞ですね。そうですよね、こんなところ通されたら結論としては普通ってことですね。うん、普通って、うん、まあ、まあ別に悪かね、うんうん、ただここから先の我々の視点を見れば何が違うのかっていうところにはなりますけど、まず何よりもまあコース上で車とかもあると思います。ちょっと本当ですよね、うん、まあ、まあ素人だからまだ許されるっていう話です、ね、絶対怒られるよ
素人だからまだね。行きましょう次。はい、はいはい、これがトミーですね。はい、トミー駆け出し中、若手ドライバー、まあ、ゲームに毛が生えたぐらいちょっと新次戦より進化したぐらいなレベルかな、はい、信号を見て前の車を見てギア見てますね、何速に入ってるまあ左見て、先の左見てましたですね、今ね、行きたいとこ見ましたね、でも入れへん、迷いましたね、今迷いましたね、ちょっと引きました、あ、そら、あ、そら当たるわ、なんか新次さんよりかは前の車はあんま見てなくて、その先の前のさらに先を見てる気がする。でそれをただ単にこの301番がその視界の中をちょろちょろ前でしてるみたいな感じかな、はい、新次さんなんかあの前の車のあのディフューザーのところよく見てて、そうですね、でバックミラー見て、まあ、フォーミュラーバックミラーみたいなのないんだけど、そうないですね、止めるとこ止めて、先の方見ますかね、遥か先、トップの方見てますかね、届けもせえへんと、うん、なかなかいいオーバーデイク、レース中ね、あんな前でうろちょろされたらちょっと嫌、ね、いやです ね、 あのまともにまだリズムも掴んでない車ね、はい、近づけないです怖くて、速いところと遅いところが理にかなってないから追突する恐れがあるもんね、はい、ああいうのを前に置いておくと、はい、早くクリアしたいよね、はい、おおあ、あ、こんなんたまたまやあいつミスしちゃったよ、バレてました、さああとは前の2台追い抜く、追いつくだけですよね、ちょっと先見てるところが自分の車より数十メートル、下手したら100メートルぐらい先になるよね、そうですね、確かに最後のアクセル踏むの早いね、ちゃんと落としてサイン、うん、はい、お疲れ様でした、あれコースより止まる、いやじゃあガスケツ、ジュースさんも大ポリ昔 GT で止まってたんで真似しただけですが、あれは大ポリはガスケツで止まった演技をしただけ、いやしてますしてます、あの、うん、順位調整してただけです、うん、っていうことで僕はガスケツでしたんで、どうですか新さんまあちょっとコース上に止まるのはね、でもほら迷惑かけてない誰にも安全、うん、じゃあ止めていいってことなんですね、コース上にこれを見てる今回の論点そこじゃないからね、はい、まあ、結構でも違います、高速道路の走り方とか偉そうに言ってる選手がそんなことしていいのかね、サーキット行こうって言ってお前サーキットに路肩です路肩ほぼサーキットに行こうって言ってる人お前今度 GP であれやってみろいやだやだやだ静かでもうアウトしてよ、どうなるかどうなるあれ検証してみて、あれさ検証してみてよう、ちのショートでやろうか、まあ間違いなくもうシートがなくなる、検証した結果どういう GTA からレースコントロールからどういう通達か、まあまあモラルハザード怒られる、何点かな4点ぐらい、結構怒られるよね、結構どころじゃないんじゃないですかね、頭おかしいんかと思う、縛かれますね間違いなくね、さあ私でございます、真剣いきますよ、信号見てますよね、信号、まあ、もっと本当は周り見てたらいいんですけど、スタート得意じゃないので緊張感ある、うん、お信号いや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 スタート苦手だからって青になっても信号見続けてました今、いやいやもう一点見続けたらなるああなるってことですね、うん、だからもうやっぱりね、はい、視野を広く持ちましょうという、なるほど、もうこうなっちゃいけないってことですね、これはいけない、いろんなとこ見てますよ、観客席見てますよ、見てますよ、あ信号止まりました、おさあ一体方向を見て周りとのスピードの違いを見てね、こいつ振ってるとか見て、こいつが動かないか見て、インガをここ空いてるなと思って行って、ここは空いてるから行ってね、調子乗りすぎたって
けど確認してからやっぱり飛び込んでますよね。でも今のさ2番手を抜くときあのぐらいの勢いで行き過ぎぐらいにいっとかないと、はい、かぶされるとぶつかることもあるかもしれへんから、ね、よくねあんのはね、まあ、ちょっとオーバーテイクの話になんねんけど、はい、いけるかいけへんかで調整してギリギリ行くんやったら、うん、もう抜き切るぐらいのことにした方がね、うん、ちょっとリスク少ないのかなと思いますね、はい、もう目線はもう前の方見てますよね。さっきあそこの遠赤で、はいね、遠赤いうか、うん、あのダートに乗ってスピンしたからそこはいつも見てますね。そうですね、かなりチェックしてましたね今ね。なんと目線は先ですね、かなり。あんま後ろ見てませんね。後ろそうですね、まあ、多分ね、もう気にしてないよ。そうですね、あの自分の正直このスピードで、はい、この感じでこのタイヤのウォームアップで走ってて、うん、後ろが僕にあのインを差しに来ることがないという計算が体の中でできてるから、うん、そうなってきた時はそこまでミラー見なくても大丈夫、まあね、自分がミスした時とかね、うん、だからこうやって多分ストレートに来た時は多少見んじゃないかな。そうですね、ちょっと見てますね、うん、でもまあそこの感覚を見たら次はちょっともう前に集中できる、うん、だからまずね自分のペースをつかめてない人で、その自分のペースがライバルに対してどうかっていうのが分かってない人は見るのも大変やろうし、たくさん見ないといけないし、うん、そうですね、相手も迫ってくるからより見やないといけないし、うん、っていうことで大変になってくるのかなって思うよね。だからレースやったらね、まずねこういうシチュエーションを作りたいね。後ろから迫ってこられへんシチュエーション、ね、前だけに集中できるシチュエーションをどれだけタイヤも車の状態も、うん、でスタートしてすぐで分からん状態のの時に自分のペース、テンポっていうのを見つけられるかっていうのは大切になってきて、でその部分をつかめるつかめないっていうところでも目線を置くところでの余裕っていうところにもつながってくるのかな。だから闇雲にいろんなとこ見なさいって言ったところで余裕がないのにいろんなとこ見るからこそ前を見なさすぎてぶつかることもあって、だから非常に難しいかもしれないけど、自分の、ポテンシャル、戦力分布、いろんなことを考えたところで見るべきところは変わっていく、うんうん、例えばさ、うん、例えば変な話ちょっと失敗してオーバーランしたって言ったら、うん、もう絶対後ろ見ないといけないし、 そうですね、でそこに後ろから迫られてくる車がビタビタに出たら、うん、前より後ろ見るか、うん、ね、ところの方が多いしっていうようなところやし、ね、やっぱこうやってね帰っていくときはもう観客席とかポスト見てるよね。見てますね。ポスト。おっしゃるとお客さん、おっしゃるいつもこう手振ってくれますからね。うん、まあその辺がやっぱりね、やっぱり自分の成績を勝ちたいとかさ、はい、いい成績出したいっていうように走ってるドライバーと、まあ、自分の成績云々よりも自分の走りによってお客さんが喜んでくれてるのかな、どうかなって思いながら走ってる人との違いがやっぱりこういうところに出てきて。やっぱりそのお客さんってやっぱりチケットを買ってサーキットに来てくれてるわけね。でそうなってきた時に、はい、あのまあ富林君のような若い感覚だとわからないかもしれないけど、もうチェッカーね、3位のチェッカー受けたらはい終わりっていうコース上に車を止めるんじゃなしに、ね、3位のチェッカー脇坂11チェッカーですって言って、はい、そこからゆっくり一周回ってお客さんに手を振って、はい、ね、ありがとうございましたっていうのも全部チケット代に含まれてる。まあそうですね、確かに、うん、だからそういうところをちょっとやっぱり考えてもらいたい、はい、まあ、あの正直反応スピードであるとか、はい、あのレース中にどこをチェックしてるかっていうのは、はいはい、やっぱ僕よりもやっぱり、ね、もう現役バリバリの富林選手の方がすごかったっていうふうにね、僕が今見てて思うかもしれへんけど、うんうん、そうじゃない、あのプロのレーシングドライバーとは何なんだって、なるほど、プロのレーシングドライバーってどうやって成り立ってんだっていうところになってくると、はい、まだまだやっぱり老いぼれの僕からも学ぶべきところがあるんじゃないかな。そうですね、プロ意識の差がはっきりと出てた、うん、あのレース後の1分間だったですね、うん、はい、間違いないですね、僕と一緒ですから、ね、そうそう基本的にね、はい、あのもう一回言っておくよ、はい、お客さんやっぱりチケットを買ってきてくれてさ、はいはい、ね、君たち2人はレースして何位でチェッカーしたら、はい、はい、終わりやけど、チェッカー受けた後、ね、お客さんのとこもう一回回ってきて手を振って、はいはい、その一周も全部チケット代に入ってるから、そうですね、そこまでがレースですもんね、うん、なんだ降りるとこも、だってお客さんがたくさん来てくれるから、はい、我々のね賞金であるとか契約金が成り立つの、間違いないです、
お客さん無視してたらそんなこと成り立たないよね。そうですね。だから目線じゃなしに気持ちのね、気持ちをどこ、気持ちでどこ、意識の問題ですね。意識をどこで見て、はい、どこを見るかっていうところはですね、やっぱり差がまだまだありましたですね。だいぶ勉強になりますね。アイトラッキング以外のところもやっぱじゃあ、うん、普段の日常の意識から。いや、まあそういうとこです、はい、やっぱチャンネル11、脇坂11でもなれば、アイトラッキングだけで目線じゃなしに、はい、やっぱりレースに対するファンの方々に対する、はい、どういうところを見ながらレースをしてるかっていうところもですね、そこも含め視野ですね、視野としてね、なるほど、見ていただけたらと思いました。だいぶ勉強になりましたね、うん、はい、まだまだやっぱこの真ん中の立ち位置ってことですね、これを見ると、はい、僕はということで今回は、はい、ね、まあ、素人代表として、まあまあ素人でもないんでしょうけど、本当です ね、 ね、はい、シンジチャンネルの、ね、YouTube ライブ配信やってる、はい、シンジさんの目線とトミーの目線と僕の目線でどういうことが起こるのか、はい、これね、もっと全然レースしてない人とかって入ってくるとね、いや、そうですね、気になりますよね、もっと違ったかもしれませんけど、うん、まあちょっとね、そういうところの違いを見ていただくことによって、皆さんがサーキットで走られるとき、また、うん、車で運転されるとき、交差点に入っていくとき、どういうところをチェックするかっていうのをちょっと参考にね、していただけたらと思います、うん、これなんかこんなアイトラリッキングがあるんやったら、なんかこの一般行動の車 で、ね、ですね、どこ見てるかっていうのをやれば面白いかもしれないなと思いました、うん、本日のチャンネル11、どこ見てんのか、お前どこ見てんねんをお送りさせていただきました。本日もどうもトミーありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。